性犯罪の重過失が重くのるとき、どんな創作を作ろうとプロジェクトを始めようとも、そこには重大な負債が発生する。それを埋めた上で価値を構築せねばならない。それは時々不可能だ。市場すべてが購入しても追いつかない。まず、大失敗するとき。それは、生殺しにする社会すべてへの敵意には、なる。今までこの混沌に対処する。それが非常に面倒だった、が。万引きの蓄積は重大な負債を招く。だからダメだ。これが今のところの必殺兵器ではある。誰が悪いんだ。俺は真面目にやった。勉強もしたし努力も。万引きや盗作もそれ以上に頑張ってたけどな。それで、消せる。加害を受けても前のように行き場のない、殺す、にはならない。加害者に破損の、苦痛、に比する負債が重なるのだ。それは少し誘因が下がる。